はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、ちゃちゃんとね、はい、ガチャガチャです。 HG ドラゴンボールスーパー03ということでね、フリーザ激闘編、はい、フリーザ編ですね、はい、こちら一応ラインナップ見ていきましょう。はい、スーパーサイヤ人悟空で、ベジータで、ブルマで、フリーザ最終形態ということでね、この 4つのラインナップ、少ないね今回ね。しかもブルマがあるっていうね、いらないだろうって思うけどねはい。で、次回6月にはあれですね、バーサス出ますね、親子カメハメハですね。これも欲しいな。はい、ということでね、はい、ではご紹介しましょう。ダンとね、はいはい、ガチャガチャやったんじゃなくて、もうまとめ買いしました。はいもうセット売りですね。はい、まあ、あのダブルのが怖いんでね、でちょうどね、セットで安かったんでね、なので、買っちゃいました。もう揃ってるの。はいはい、じゃあ早速ね、もう組み立てちゃいたいと思います。まあブルマからいくかなはい、じゃあ組み立てます。はい、ということで、組み終わりました。一つずつ見ていきたいと思います。まずはね、ブルマから見ていきましょう。こちら、はい、どうですかね。まあね、あのアイプリントはすごくよくできてるんですけど、まず似てないこれ目大きすぎねえか。アイプリントは綺麗なんだけど、まあでもね、この格好のブルマってそうそうフィギュア化されてませんからね、まあ貴重っちゃ貴重なのかな。はい、ということでブルマ、はい、で続いて、ベジータいきましょう。はい、こちら、はい、まあ、良くも悪くも HG クオリティを保ってますね。そうね、まあ、まさに HG っていう感じの、はい、はい、ベジータ、はい、続いてフリーザ見ていきたいと思います。こちら、はい、どうですかね。まあこれもまあ HG クオリティっちゃ HG クオリティですね。一応血管の筋とかちゃんと入れてるんで、まあそこは細かいなとは思いますけどね。はい、続いてがね、悟空ラストね。はい、こちら、まあまあね、はい、まああのね、まあ、これの見た通りの本当出来ですね。まあ本当に HG クオリティです。まあ
個体差でね、ここにちょっと黒い点が入ってんのがちょっとあれだな、やだな、うん、あでもね、うん、HG、 まあ自分はコレクションしてるんでね、避けて通れない道ということで、購入させていただきましたが、まあ特に集めてない人は別にスルーでもいいんじゃないですかね、うん、そうね、うん、まあこの4体ですね、はい、あとね、一応今ようやく受付中なんですが、義乳特選隊、こちらがね HG シリーズで、リニューアルして登場です。なんかめちゃくちゃね、出来が良くなってるみたいですね。まあまたプレミア価格ですけど、はい、造形がね結構細かくなってポーズもシャープになってますね。これはもう自分は予約しました。はい。はい、プレミアムバンダイ。一般店頭では手に入らない期間限定の予約生産フィギュアということで、皆さんね、もしよければ、購入してみてはいかがでしょうか。はい。ということでね、今回は短いですが、ガチャガチャの、ドラゴンボール、こちら全4章紹介させていただきました。まあスルーするっていうのも手だと思いますね、うん、まあこれといってすごいいい出来ってわけでもないのではい、ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。